届いた。ああ、うん、まだ今日来たばっかりで開けてみてないんだけど、うん、また開けて中の教えて、うん、ああ、ね、自分で見てみたらね、自分で中見てみたら、うん、中見てみたら、うん、自分でね、診察券だとかそういうのが入ってるね、うん、箱なんだけどね、うん、それがね見つからないの。ああ、どうしたらいいかね。こういう箱があるはずなんだけどね、あの診察券やなんかが全然なくなっちゃってるの、うん、あのいろんな病院の、うん、ねえ困っちゃった。どうしようかな。ねえあんたに相談したってね、探しようがないもんね、うん、困っちゃった。どうしようかね。もう取り返しがつかなくなっちゃった。もうこれ以上探すところがないの、うん、あんたに聞いたってしょうがないけどね、うん、困っちゃった。もうどうしたらいいだろう。探すところがないの。消えることないもんね。バカみたいだね、ババね。あんたに相談してもしょうがないね、うん、どうしよう。もうどうかなっちゃいそうだ。どうかなっちゃいそうだ。行けばまたね、そこで診察券は出してくれるだろうけどね、歯医者さん行くのにもね、うん、何もみんななくなっちゃってるの。お財布ももう他に入れるところないんだもん。持って帰ってくるときはどうやって持って帰ってきたの？財布にも入れられないで持って帰ってきたってこと？お財布に入れて持って帰ってきて、うん、それでお財布から出して、うん、あのここ入れてあったはずなのよ。こないだ一緒に病院に行ったときは財布じゃなくてポーチみたいなちっちゃいポーチに入れてたよ。ここにこれこれ、うん、ここにこれが入ってるわ。目は回ってきちゃった。あとないな。困っちゃったな。ないの？歯医者さんのやつだけじゃん。他の中央病院とかのやつはあるじゃん。中央病院はある。これだけはね、あった。これあった。その歯医者の一枚がなくなったぐらいでそんなさ絶望しなくてもいいと思うよ。歯医者さんだけ。歯医者さんはね、スマホなんだって、うん、あ、そうなんだ。診察、うん、じゃあ大丈夫だよね、うんうん、よかった。それだけ分かっただけでもね、うん、ああ、うん、いや、でもね、ずいぶんいろいろなくなっちゃってるんだよね。もう、フラフラになっちゃった、うん、ちょっと横になろうかな、うん、横になるよりしょうがないね、うん、どうもありがとう、はい。夜寝るときやる。長々のがどっか行っちゃった。どこ行っちゃったのかな。ないな。あ、これだよ。これだよね。ああ。そうだよね。うん。これ、メガネって言ってたよね。これでいいんだ。早かった。おやすみなさい。はい、おやすみ。